皆様、iPad のアプリは何を使ってらっしゃいますでしょうか。アプリを制する者は iPad を制する。アプリを使いこなさないと、この子も動画を見るだけのただの板となってしまいます。アミディ先生、これまでたくさんのアプリを紹介してきました。本日は、その中でもですね、私が今一番使っているスタメンアプリ、一群アプリを紹介していきたいと思います。はい、ということで、こういうのみんな待ってたでしょう。I know! ということで、始めていきたいんですけど、ちょっとその前に、こちら。グッドノーツ本の制作がやっと終わりました。これ、構成やけど、ちょっと表紙もできたんでみんなに見せたいんですよ。ちょっと待って。長い戦いが終わった感じ。もう、アミティ先生めちゃくちゃ嬉しい。で、今回ね、白押し加工が、このテカッと光ってる金とかゴールドのね、白押し加工が許されたんです。めちゃめちゃいい仕上がりになっております。すっごい素敵な仕上がりになっております。こちら12月の23日グッドノーツ本発売でございますので、もうしばらく皆さんお待ちくださいませ。2022年はですね、もうこの本作り作家としてずっとね活動させていただいてたんですけども、アミティ先生のメインは YouTuber ということで、来年からですねこの YouTuber として返り咲きたいと思います。目指せチャンネル登録者50万人いける。頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい。ということでですね、一群アプリね、早速紹介していきましょう。トップ5にしたかったんですけど、どうしてもね、6個入れたくて、今日は6個紹介していきます。第6位から紹介していきますね。第6位。コンセプトです。はい。見ていきましょう。みんな大好き、無限キャンバスですね。こういう感じのノートに端っこがない。ひたすら書けるアプリになっております。もう私ずーっとこれはね、使い続けてますね。無限キャンバスね、思いついたことをいっぱい書けるので、アイデア出しするときとかにもめちゃくちゃいいですね。で、最近だったらこういうNFT ね、私結構頑張ってやってることの一つなんですけども、NFT どういう絵柄にするかとかね、どういうプロモーションの展開していくかっていうのをですね、ひたすらもうバーって暇なときにね、書いていったりします。で、端っこがないから、アイデアが途中で止まらないっていう感じかな。こう、ページを分けると、こう、そこで区切られてしまう。視覚的にも見えなくなっちゃうので、アイデアが出にくかったりするんですけども、これはパッと見でね、全体を見渡すことができるので、どんどんアイデアが出てきます。これはね、ちょっと今、まだ途中なもんであんまり見せれないんですけれども、NFT のジェネラティブっていうね、もう大量に NFT を作るやつがあるんですけど、そのジェネラティブをどうするかっていうのを考えてたりします。で、あとはですね、絵を描く練習にもこのコンセプトめちゃくちゃ使えますね。こういうポートレートのね、顔のイラストとかをめっちゃ練習して描いてた時期があるんですけど、この骨格を勉強して、その骨格に合うように線を走らせていくっていう時も、まあ何枚も描くんですよね。で、その時に他のアプリ、例えばプロクリエイトとかで、一個一個キャンバス出して描いてると、効率が悪いというか、大量に描けないから、損なんですよね。たくさん描くっていうのはもうすごい大事なんですよ。こういう顔を描いたりとか、あとジェスチャードローイングだったりとか、クイックスケッチっていう3分間で、イラストをひたすらいっぱい描いていくっていう練習方法とかあるんですけど、そういうのをしたい時とかはかなりコンセプトはおすすめかなと思います。これが第6位ですね。もう1位でもいいぐらいだとは思うんですけど、他にもたくさんあるので、次行きたいと思います。第5位、ライトルームです。ライトルーム、写真編集と、写真管理ができるアドビのソフトになります。これはサブスクをしないといけないんですけれども、もう私はですね、ライトルームが一番使ってるかな、アドビソフトの中で。あ、プレミアも使ってますね。プレミアとアドビ XD とライトルームヘビロでしてるんですけど、ライトルームは本当に写真管理に私はめちゃくちゃ使ってます。次ね、ちょっとこの動画出そうと思ってるんですけど、私 iPhone とか iPad で撮った写真っていうのをもう全部ライトルームにぶち込んでるんですね。でもそれで整理をするわけなんですけど、やっぱり写真アプリに入ってるとすごくもう言ったら写真アプリの中でもなんかゴミ状態というか、
もうぐちゃぐちゃぐちゃってなってるじゃないですか。それをきれいに整理してくれるのがライトルームでございますね。でこのライトルームはかなり写真編集にも優れてて、細かい色の調整とかもできるんですけど、アップルペンシルが使えるのがめちゃくちゃ良くて、こう部分選択でここだけの色を変えたいっていう時とかに、このアップルペンシルでなぞってそこだけ色調整することができるんですけど、そういうのができるアプリっていうのがライトルームは多分一番いいんじゃないかなと思います。はい、そういうところでアップルペンシルとの互換性もめちゃくちゃいいということで、ライトルーム第5位にランクインいたしました。はい、ということで次第4位はキャップカットでございます。動画編集のアプリですね。以前まで私この動画編集のおすすめなんですかって聞かれた時はルマフュージョンと答えていたんですけれども、ルマフュージョンをキャップカットが超えてきました。私 iPad Mate Kids っていうね iPad スクールを運営してるんですけど、そこでメインに動画編集でキャップカットを教えています。でそこで教えていたらですね、うわこんなこともできるのかと、もう私は驚愕して、もうびっくりして、これはもうキャップカット一番やなっていう風に今はなってるんですけれども、自動字幕だったりとか、あと可愛いスタンプね、こう華やかなスタンプを押してくれたりとか、あと音楽とかもね、結構センスのいい音楽が集まってたりしますね。ですごいなんかエフェクトみたいなのもめちゃくちゃたくさんあって、要は全部の素材がここのアプリの中に詰まっているんです。しかも無料。信じられますこれ。もう私お金取っていいと思う、キャップカットさん。もうありがとうございますって感じなんですけど、ルマフュージョンはね、ルマフュージョンもいいアプリなんです。かなりガチ勢ですね、ガチで動画編集したい人はルマフュージョンでやったらいいと思うんですけど、私ガチの動画編集はですね Mac でやってます。プレミアプロでこの YouTube 動画とかも編集してるんですけども、で iPhone だったり iPad とかではちょっと軽い動画、 SNS 用コンテンツの動画だったりを作ることが多いんですけど、そういう時はですね、そんな凝った演出とかね、早いカットとかもいらないわけなんですよ。で、ルマフュージョンで動画編集しようと思ったら、スタンプつけようと思ったら、どっかから撮ってくる必要がありますね。音楽も自分で探してきて、動画の下に弾いたりとかして、全部オリジナル、全部カスタマイズですね、自分たちで。で、ガチでやってる人はそれでもいいんですけど、早くこの動画編集を済ませたい時とかは、それをやると結構大変だし、めんどくさいわけなんですよ。フォルダを管理して、そこに音楽を入れて、そこにスタンプを入れて、ドラッグ&ドロップして、タイムライン持ってくるとかね、めんどくさいんですめっちゃはい。なのでそういう iOS、 iPadOS でやるときはもうオールインワンの動画編集を選んだ方がいいっていう結論に私はたどり着きまして、今はキャップカットに落ち着いております。ということでここから第3位でございます。第3位なんだと思いますか？ここからはちょっとアミティ先生のファンはですね予想できるんじゃないかなと思うんですけれども、第3位クラフトです。クラフト、アミティ先生の動画を見てクラフトファンになった方は結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。メモ、書類、あとはデータベースとかね、管理するのにめちゃくちゃいいアプリでございます。ここがですね、ノーションになる人は結構いますね。私はノーション使わないので、ノーションの代わりにクラフトを使っております。ノーションは挫折しました。ちょっと細かすぎて、 UI が細かすぎて私にはついていけない。UI がいいんですよ、クラフトは。もうめちゃくちゃ UI がいい。ボタンが押しやすかったりとか、あと文字がすごく綺麗にレイアウトしてくれたりとか、パネル表示が美しかったりとか、画像を乗っけた時も綺麗に並べてくれたりとか、本当にズボラな私にはぴったりのメモ管理書類アプリでございます。純正のねメモに書くようなことをですね、全部もうクラフトに乗っけていってるっていう感じです。でいいなという画像ですね、スクショした画像とかももう全部このクラフトに貼り付けていっております。思いついたことも全部クラフトにもうまとめていきます。この左側にカテゴリーがたくさんあってね、もう全部仕事から YouTube から iPad Mate Kids からこういう絵描いてみたいなみたいなね、写真を並べていくこともできます。この写真をね綺麗に表示させてくれるっていうところが私クラフトの好きなところなんですけど、このクラフトのもう一つ好きなところが手書きで文字が
書けるんですよね。こんな感じで。これ、ノーション書けないですよね。ごめんなさい、書けたらごめんなさいね。私がこう、ノーション調べた時はその機能がなかったんですよ。なので、こう、タイピングもできるし、Apple Pencilで書きたいなっていう時もね、こういうスケッチ書きたいなっていう時もあるから、そのダブルで使えるっていうのが私はいいなと思って、このクラフトを使っています。で、このクラフトの、動画はですね、過去に3本ぐらい出してますね。なので、再生リストに入れておきます。今日の、紹介してるやつ全部、一群アプリっていう再生リスト作っておきますので、これをの動画見終わったらですね、その再生リストを見てもらってですね、全部かっさらっていただけたら、はい、いいかなと思います。はい、ということで、来ました。次、第2位いきます。第2位。グッドノーツでございます。2位なんですよ。まあ多分もう1位何か分かってると思うんですけど、グッドノーツ5は私2位にランクインさせていただきました。もうみんな大好き、グッドノーツ5。学生、クリエイター、ビジネスマン、すべてのユーザーをかっさらっている紙アプリでございます。これもうみんなさ、このアプリ使うために iPad 使ってるって言っても過言じゃないですよね。もう本当にこの手書きノートアプリで不動の第1位、絶対的王者だと私は思っております。私もグッドノーツ本来月出させていただきますけれども、もうそれぐらい私も大好きだし、みんなも大好き。実際私がどうやって使ってるかっていうと、メインは赤入れが多いですね。もう私いろんなプロジェクトをやっておりますので、見ながらですね、いろんなものが送られてくるので、ひたすら赤入れをするっていうのをやったりとか、最近は手書きノートあんまり取らないかな。どっちが取れた、うちのスタッフがメモを取ってくれてるんですけれども、はい、そういう赤入れやったりとか、あとはこの本の中身をですね、ちょっと紹介しますと、メニューデザインだったりとか、あと履歴書、あとメッセージカード、絵コンテ、カレンダー、本当にいろんなことができますね。ノートだけじゃなくて、私もうデザインアプリだと思ってますね。デザイン作れてしまいます、このアプリで。本当バナーとかもね、たまに私これで作ったりしますので、そういう使い方もできるんじゃないかなと思いまして、第2位にランクインさせていただきました。はい、ということで、ラスト。栄えある第1位を獲得いたしました。方をお呼びしたいと思います。皆様拍手でお出迎えください。第1位、プロクリエイト。皆様拍手でお迎えください、プロクリエイト様です。こんにちは。よろしくお願いします。プロクリエイト様。プロクリエイト様、よろしくお願いします。お越しいただきありがとうございます。本作らせていただきました。好きすぎて本作らせていただきました。ありがとうございます。いつもありがとうございます。NFT でもいろいろ稼がせていただいております。ありがとうございます。はい、ということでですね、栄えある第1位、プロクリエイトでございます。もうこれはですね、アミティ先生の YouTube をずっと見てる人はですね、もうプロクリエイトのチュートリアルの多さ、もうそれを見ていただいてもですね、私がどれだけプロクリエイトを愛しているのかっていうのをですね、ご存知かと思うんですけれども、もうプロクリエイトはイラストアプリなんですけども、もうデザインもできます。写真加工もできます。あとは動くイラスト、アニメーションとかも作れます。私はロゴだったりとか、バナーだったりとか、あとフライヤーとか、あとシールも最近は作りましたね。あとカードとかも作れますし、もう本当に全部網羅してます。ずるい!ずるいよ、プロクリエイト。私が他のアプリの開発者だったらもう、うーんってしたくなるぐらい。もう、本当にすごい、アプリなんです、この子は。で、一番強いところはですね、ブラシの多さなんですね。もう、ブラシが強すぎる。かな。UI もね、すごく綺麗だし、難しすぎないっていうところもいいかもしれないんですけれども、それよりも、なんかブラシがね、私圧倒的だと思うんです、このプロクリエイト。例えばね、私だったら、こういう NFT のイラストとかね、これスタジオペンっていう一本だけで描いてるんですけど、ロゴとかキャラクターデザインをするときはスタジオペンっていうのがめちゃくちゃ綺麗に描けるんですね。あとは年賀状だったりとか、暑中見舞いを描くときの、筆ブラシみたいなのもね、この前紹介しました。あとはネオンブラシ、星ブラシとかねもあります。あとは私自分で水彩ブラシを作って
こういうあのお尻をね水彩アートで描くっていうあのものもやりました。ちなみに私ね、あの本名が亜美っていうんですけれども、彩る水って書くんですね。反対から読むと水彩って書くんですけれど、あのそのせいか私水彩がすごい好きで、このタッチをねすごい研究して水彩のブラシとかも作ってしまいました。そういう自分のブラシをですね作ったりすることもできるのがプログレートのいいところなんですけど、私 NFT めっちゃハマってて NFT のイラストめっちゃ描いてるんだけど、その NFT 界隈の人たちと最近仲良くさせてもらってて、そういう人たちもみんなプログレート使ってるの。要は何が言いたいかっていうと、クオリティ高いイラストを描けるから、それでもう iPad で絵描いてそのまま NFT に出したらもう自分の絵が売れるかもしれないっていう、そう思う、なんかビッグドリームですよね、本当に。もうなんかそれだけでワクワクする。それを考えてくれるのがプロクリエイトだと私は思っております。まだ使ってない人いないと思いますけれども、ぜひ使ってください。あの再生リストの方にですね、全部動画、おすすめの動画入れておきますので、一群アプリの再生リストぜひ見てみてください。はい。ということでですね、今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。もうものすごく熱が入ってしまいましたけれども、こんな感じでですね、ちょっとアミティ先生また YouTuber として頑張りたいと思いますので、ぜひこれからもよろしくお願いいたします。はい、ということで今日は以上です。バイバーイ。